リンゴルフの視聴者の皆様こんにちは、千代田由衣です。カメラマンの山ちゃんです。今回はゴルフ女子の由衣ちゃんに、はい、児玉上川カントリークラブを、はい、これから9ホール、はい、ラウンドしてもらおうと思います。はい、お願いします。はい、今月から、うん、毎週金土日インスタグラムなどで活躍されているゴルフ女子の、うん、皆様にご出演いただいて動画を配信していきますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。1マス4ポイントで、はい、80ポイント以上達成しましたらアマゾンギフトカードを。あ、嬉しい嬉しい、欲しいです。頑張ろう。あ3ホール、はい、終わりまして、はい、ミッションゲームの方、うん、どんどん開けていきましょう、はい、頑張ります。お、パー5だ。あ、本当だ、パー5だ。やっぱね、飛距離が飛ばないとパー5って結構きつくて、うん、課題ですね。そう、なんか長いクラブを何回も打たされるイメージありますよね。そうですね、そう、うまくいけばいいんですけどね。うん、あ、ちょっと右。うん、でも全然オッケー、ナイスです。よし、ありがとうございます。なんか谷があると緊張する。うん、越えろ、越えろ。あー、緊張した、落ちました、ショック。越えたかったけど、まあしょうがないですね。なんか上かすりましたね。上げよう上げようもとか、ね、やっぱよぎるよね、いろいろ。泳ぎった。泳ぎった。飛ばそうって思った。だから飛ばそうって思っちゃいけないんだよね。いつも通りでいいんだけど、やっぱね。はい。やっぱありますよね。緊張しちゃいました。ちょっと見て確認しましょう。池なのか池じゃないのか。水が張ってあったら。池でしたね。ボールがいっぱい。ボールがいっぱい。さようなら。ちょっと進行の関係、はい、ちょっと場所はちょっとずらして、はい、そこからワンペナでお願いします。はい、お願いします。179ヤードなので、5番ウッドで打ちます。左と右どっちがいいかな。あ、右狙います。あ、どうしよう、はい、右狙います。うん、うん、ナイスです。ありがとうございます。ちょっとラフ、はい、今のが4打目、4打目ですか。ですね、はい、それでお願いします。はい、まっすぐ打ちたいですね。85ヤードで本当はピッチングで打ちたいんですけど、ラフなので7番で打ちます。右、そうなんだよ、右向いたら右行っちゃった。あ、バンカーです。それはまっすぐ打てたってことですか。そっか、いや、なんかアイアンは結構私左に飛んじゃうことが多くて、左に行くだろうなと思ったらまっすぐ行きました。あ、いけるかな、頑張ります。はい、うん、あー、まあ、うん、止まりました。ナイスです。ありがとうございます。今日バンカーの神様ついてるわ。結構下ってます。下ってます。いきます。あー、ゴー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 、うん、微妙な距離。もうちょっと強く打つと転がってっちゃいそうで。はい、そう、これは入れねば。あもう一回、すいません。あ、いない。OK です。どーん、すいません。全然やばい、今日叩いてる。あ、4パットしました。10か、10です。10か。あ、気持ちいいですね。気持ちいい、はい、まあ、エンジョイゴルフなんで。そうですね、そうです。いや、10はショックだ、久しぶりにいただきました。
重なったよね、ちょっとね。重なった、うん。ソバンペナ、バンカー。そうですね、全部やった。うん、全部やった。そう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 。マシマシですよ、もう。マシマシマシ。ジローで言うと、もう全部乗せみたいな感じ。そうですね、結構お腹いっぱいですもう食べられないです。もう食べられない。今日のウェアはですね、バイザーとこのトップスがマンシングウェア、うん、はい、のウェアです。私ブルーが好きなのでブルーできました。で、下のこのボトムスはニューヨーカー、はい、のゴルフウェアで、なかなかニューヨーカーってスーツのイメージが多いかと思うんですけど、ゴルフウェアも可愛いので結構好きで着ています。はい、夏らしく着ました。はい、すごいなんかこう爽やかなあれですよね、はい、ね、その青が好きなんですよ、うん、あれレザレクションのカートバッグですか。あ、そうです、レザレクションのカバンでペイントでユイって入れたのと、ワイン好きなのでワイン入れて、で、私ワンちゃん2匹飼ってるので、あ、ワンちゃんのその日給をモデルにしてつけました。かわいい、かわいいですよね、うん、こんな感じです。82ヤード普段だったらピッチングで打ちたいんですけど、ちょっとさっき谷に落ちちゃってへこんでるので、一つ大きい番手の9番で打ちます。あ、ちょっと左、あ、大丈夫、大丈夫、いいキック、いいキック、右に跳ねました、いいキック、あ、もう嫌な谷やだアレルギー反応起こしてきました。マジか谷に、え、ある？あら、あ、あら、あら、バンカーだ。あ、大丈夫。バンカー入ってない。バンカーあったの？あったあったあった。でも全然大丈夫です。しびれる。結構ふさふさに生えてますね、ラフが。うん。なんか苗が悪いけれども、まあグリーン周りはピッチングでいきます。はい。うんうんうん、あ、ちょっと強い、うん、あれ思ったよりこうかっちゃった、うん、止まれ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 、まあしょうがないですよね、うん、ふさふさだし、うんうんうん、あ、難しいグリーンですね、これ難しいグリーンですね、すごい うねってる、はい、気合で打ちます。さっきからちょっと短いから強めに行きます。惜しい、惜しい、オッケーですか。もちろんです、やったー、オッケーです。やっと沖村だありがとうございます。ボギー、ナイスですね、ありがとうございます、よかった。やっぱちょっと重いのかもしれないです、グリーンがいつもより思いっきり打った方がいい。え、ゆうちゃん、ワインの話なんですけど、はい、はいはい、え、家にもなんかいっぱいワインあるんですか。あのなんかいっぱい、何、あのあれワインセラー、あ、それそれ、あ、そうです、あります。でも家が狭くてちっちゃいのしか置けないからそんなに入んないんですけど、そう、あります。ちょっと無茶ぶりかもし感があるかもしれないですけど、はい、いきなりその質問みたいなのあるかもしれないですけど、はい、初心者の方で、うん、飲みやすいの手軽にちょっと変えて、あ、なんかそう、おすすめあります、なんかこの辺に売っててとか、まあ、Amazon で買えますとかでも全然いいんですけど。あ、そうですね、うーん、あ、あります。あのですね、あの日本の甲州っていうブドウを使ったあの甲州ワインっていうのがあるんですね。それが結構和食にあってすっきり爽やかしてるので和食にも合うし、なんか結構お家のお料理に合うっていう風に言われてて、で1000円台で買えるのですごくいいと思います。甲州っていうのはあの、まあ、甲州って書いて、まあ、山梨で一番作られてるんですけども、もちろん長野とか山梨とか、あの、そうですね、あの地方か山形とかでも作られてて、うんうんうん、ブドウの品種名です。マスカット巨峰の中の甲州っていうブドウの品種があって、はい、そのワインがおすすめ。かっこいい、かっこいい、かっこいい、なんかすごい説明がなんかこうなんか今習った感じがする。習った感じですか。しかもお手軽ですね。あ、そうですね、帰り買って帰ろう。買って帰ってください、すごい美味しいですよ、うん、飲みやすくてやっぱ日本人の、口に合うなっていうブドウ品種ですね、うんうんうん、逆にちょっとワイン好きの方向けかなと思うんですけど、あら、ま、ゆいちゃんの好きなワインの銘柄、はい、あ、
1本お願いします。いっぱいあるんですけど。でもだから1本1本ですか。そう1本。今一押しみたいな。今一押しはそうだな、いっぱいあるんだけどな。高いのでもいいですか。もちろん。私フランスのブルゴーニュ地方っていうところのブルゴーニュが好きで、ブルゴーニュのワインが好きで、ピノノワールっていうブドウを使った赤ワインが好きなんですけれども、ドメーヌフーリエ、ドメーヌフーリエっていう作り手のピノノワールの赤ワインがとってもおすすめです。すごい香水みたいな香りがして、もう華やかなんですよ。はい、それ言われるとちょっとなんかそのどんな感じなのかなって気になるんです。ちょっとお高いって言ってたんですけど、はい、どのぐらいされるんですか。一番高いのだとただの 30-40 万するんですけど、一番そのリーズナブルなものだと、まあでも一番リーズナブルなでも 15,000 ぐらいですかね。はい、ちょっと高いです。ありがとうございます、はい。まあ、もしかしたらワイン好きの方とかね、はい、あそれ知ってるとか飲んだことあるよとか、そうあるかもしれないんで、いやぜひ一回飲んでみてほしいですね。ああはい、はい、252ヤードのパー4です。右ドッグレッグなので、まあ、なるべく真ん中に乗せたいです。あちょっと上がっちゃった、うん、でもナイスです、真ん中です。待て待て、グーナイショ。ドライバー良くないですか今日。そうなんです、今日まっすぐ飛びますね、うん、私の性格のようです。確かにじゃあアドリブ弱いんですちゃんとアドリブ話してください、恥ずかしいじゃないですか。へーとかって言っちゃうとこでしたすごい多い。これ何？どういうこと？なんかすごいですよ。すごいですね。1、2、3、4、5、6ある。しかもなんか長いし、顎も高いし、うん、すごいですこれは。うん。ちょっと待って、左すぎ？いや。ちょっと左すぎてバンカー入ったかも。あれ？あバンカーだな。あれかな。やった、あったあった。あったあった。やった。ありました。グリーン周りじゃないけどピッチングでいきます。よし。うん、乗ったかな。いいとこした、うん、ちょっと横だったけどでも、はい、縦距離はいいと思います。ありがとうございます。乗ってるといいな。パーチャンスです。はい、おそらくちょっとフック気味だと見ています。超えないと入らない。ビビってますね。はい、来た来た来た。OK です。ありがとうございます。パーボディ取りたかった、パー取りたかった。確かに。いや今日ねグリーンが重いんですよ、言い訳をするとねクラブいっちゃおうかな、はい、そういっぱいそうあるんです。あ、でもキャロウェイなんですね。あ、そうですね、私全部ローグを使ってます。やっぱ一番お気に入りなのは多分今日も一番使ってると思うんですけど、5番ウッド。確かにです。はい、私ずっとウッドが苦手でユーティリティを使ってたんですけど、ウッド練習して、まあ、まだちょろっていう時もありますが飛ぶようになったんですよ。そう、それでやっぱり打った時もパーンって気持ちいい感じですし、5番ウッドが一番好きです。はい、
かりました、はい、結構そうですよね今日も、ね、うん、大活躍してますよね一番使ってると思いますね、うんうんうん、確かに確かに、うん、そうそう120以上は全部5番ウッドで使っ打ってます5番ウッド5SD、はい、はい、ギャロウェイの5番ウッド、はい、ありがとうございます